ははい、えー、こんにちはレトスノーノです本日は早速3問に入っていきますそれでは問1です建物所有者 A と借家人 B の間の借家契約後 A が当該建物を C に売却した場合建物の引き渡しを受けて建物で居住している B は C に対して賃借権を主張できる。丸かツかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文をご確認くださいえ。答えはこれ丸ですね。まず問題文の状況なんですけども、建物所有者 A が B に建物を貸します。まあ賃借する。まあ賃貸するでもいいですね。B から見たら建物を借りる側なんで賃借。まあ A から見たら 貸貸す側なんで賃貸、まあ、これはどちらでもいいです。賃貸でも賃借でもどちらでもいいです。でえー、賃貸をして、また賃借を受けて、その後 A さんは建物を売却してます。こういった状況なんですね。で、建物賃貸借における賃借権の対抗要件、つまり B の対抗要件っていうのは賃借権の登記、または建物の引き渡しなんですね。で今回の問題でいうと、借家人 B は建物の引き渡しを受けていますね。 なので、B さんは対抗要件備えているから、その後、A さんが C さんに売却したとしても、C さんに対して賃借権を対抗することができます。つまり、B は C に対して賃借権を対抗することができるから、丸だということになります。で、この対抗できるってどういうことかはちゃんと理解しておきましょう。 短期講座では、これがどういった意味なのかもお伝えしています。まあ、こういったね、基本事項の理解っていうのは合格への第一歩なので、ちゃんと理解しておきましょう。また合格するには、まだね、2歩、3歩とまだまだやることがたくさんありますので、まずは第一歩、対抗できるってどういった意味なのか、まずはこれを理解しましょう。で、続いて問い2ですね。公検知事免許の A 社について、破産手続き開始の決定があったとき、A 社の免許は、 当然にその効力を失うため A 社の破産管罪人 F はその旨を公権知事に届け出る必要はない、ルか×かという問題です。答えはこれ×ですね。宅建業者について破産手続き開始の決定があったときはその旨の届け出があったときに免許が失効するんですね。届け出があったときに免許の効力が失われます。 なので、今回の問題っていうのは、当然に効力を失うとなっているので、誤りなんですね。あくまで、届け出をして初めて効力を失うんですよ。で、この届け出しなければいけない人は誰かっていうと、これは問題文の通り、破産管罪人です。破産管罪人が、破産手続き開始決定の日から30日以内に、破産した旨の届出をします。これもちろん、免許権者ですよ。 免許権者に対して届け出をするので、この点も合わせて覚えておきましょう。で、今回理解すべき部分があるんですね。これ何かっていうと、なぜ届け出があった時に免許の効力が失われるのか、当然に効力失わないのか、ここをちゃんと理解しておいた方がいいです。理解をしておけば、あ、届け出があった時に免許は失効するんだな。あ、この場合は当然に効力を失うんだな。 これが理解できていたらちゃんと答え導けますのでだから理解が必要なんですねで理解すべき内容については短期集中実用アップ講座で解説いたしますこれを知っていると効力の執行時期について混乱することはなくなるはずです理解をしてどんな問題が出てきても確実に合格点を取れるようにしましょうそれでは問いさんです宅建業者 A が自ら所有する市街化区域内の5000平米の土地について 業者 B に売却する契約を締結した場合、B が契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったときは、A および B は6ヶ月以下の懲役、または100万円以下の罰金に処せられる場合がある。丸か罰かという問題ですえ。まずこの問題文のこの6月っていう部分ですね。え問題試験の問題では、えー、6ヶ月の課っていうのは、 記載しないんですよ6月って書いて6ヶ月っていう意味なんで、まあ、この点注意してくださいで、まあ、今回の問題で言うとこれ×ですねまず市街化区域内の話なので2000平米以上の土地の売買が対象ですで今回の問題は5000平米ってなっているので、まあ、事後届けには必要なんですねで事後届けりが必要な人って誰かっていうと権利を取得する側なので飼い主だけなんですよで今回の問題見ると これ、A 及び B って書いてあるんですね、ここ。A っていうのは売り主ですよね。売り主は別に事後届で行う必要はありません。で、一方、B さんっていうのは権利取得者だから、2週間以内に事後届で行う必要があるんですね。でもし B さんが事後届で行わなかった場合は、B さんのみ6ヶ月以下の懲役、または100万円以下の罰金に処せられるのであって、A さんは別に義務はありません。事後届で行う義務はありませんので、罰則も受けません。 なので、この A が誤りなんですね。A を除けば、あとは正しい記述になります。まあ、こういったね、細かい部分かもしれないんですけども、こういった引っ掛け問題、宅研試験好きなので、ちゃんと問題文を読んで、確実に得点できるようにしておきましょう。そして最後に、弊社レトスは、現在、短期集中実用カップ講座を開講しております。これまで勉強してきたけども、実力がつかない。どうやって勉強したらいいのかがわからない。試験日までの計画が立てられない。 分からない部分について質問がしたい。忙しくて時間がないけど、今年絶対合格したい。もしそう思っているのであれば、短期集中実用カップ講座であれば、今お話しした5つの課題、すべて解決することができます。無理なく、無駄なく、効率的に勉強していくのが短期集中実用カップ講座です。一緒に勉強して合格を目指しましょう。あなたの受講をお待ちしております。 短期集中実力アップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。